カムロ町生まれのカムロ町育ち、どん底の人生を歩んできた男春日一番の命を懸けた成り上がりの冒険を描くドラマティック RPG 超大作龍が如くセブンのバトルは、全てのものが一瞬も止まることなくダイナミックでハイスピードに展開される RPG バトル。こいつを食い、春日が立ち向かうべき敵は想像を超える強敵ばかり。そのため仲間の存在が重要だ。異なる目的を持つ個性的な仲間たちとの出会いによって、誰もが予想できない冒険が幕を開ける。春日や仲間たちにはそれぞれ固有のジョブがあり、キャラクターごとに役割に応じた必殺技が繰り出される。喧嘩殺法とプロレス技で敵をなぎ倒す戦士フリーター。行くぜ。そして伝説のバットと運命的な出会いをした春日は勇者へと転身、リーダーとしてパーティーを引っ張っていく。パーティーの攻撃の要として活躍する元刑事の足立、飛び道具から回復役までこなす頼れるホームレスのナンバー、回復、女の武器で敵を沈めるチーママのサイコ、ヒットマンとして高速ブローと暗殺道具で敵を仕留めるハン・ジュンギ、アクロバティックに敵を切り裂く中国マフィア超天佑、事務用品でスピーディーな攻撃を繰り出す事務員鎌滝恵里、さらにハローワークへ通うことでさまざまな職種にジョブチェンジ可能。おめでとうございます。炎を操り調理方法を駆使する魔法戦士料理人、大きな盾を持ち味方を守る銃戦士機動隊員、ギターと歌で敵を幻惑させる吟遊詩人ストリートミュージシャン、ヒールで敵を踏みつけ敵を昇天させる強戦士ナイトクイーン、その他にも個性豊かなバトルスタイルを持ったジョブが多数登場。さまざまなジョブを使いこなし最適なパーティーを組み強敵に挑め。どの資格を受験しますか？ジョブをチェンジするには人間力を高めなくてはいけない。人間力を高めるために資格学校で資格を取ったり、町の人が抱えるトラブルを解決したりすることで助っ人キャラとなる。ヘルプ頼むぜ。彼らをバトル中に呼び出すと春日たちを大いに助けてくれる。強敵たちとの戦いには強力な装備も必要だ。店で買い物したり、ダンジョンを探索したり、街でいろいろな素材を集めまくれ。超やばい仕上がり。装備を強化させ最強を目指せ。冒険の舞台は東京カムロ町、大阪蒼天堀、横浜伊勢崎異人町の日本三大都市。華やかなエリアだけでなく、危険がいっぱいの怪しい場所にも足を踏み入れ、屋根の上や川の下など広大な街を自由に探索しよう。隠れたスポットを見つけ出すことで春日たちの冒険の世界はさらに広がりを見せる。カジノやパチスロで遊ぶことでアイテムと交換できる。街の中には春日たちの冒険に役立つ遊び場が至る所に存在している。いい感じ。街のいろいろな場所を探索していくことで幅広い遊びが楽しめる。飛ばしてくぜ。探索中に出会う人によっても春日の冒険に転機が生じる。ある女性との出会いによって倒産の危機に追い込まれた一番聖火を助けることになった春日一番。申し訳ありません。涙あり笑いありの成り上がり物語が始まる。トラブルに次ぐトラブル、さまざまな苦難を乗り越え、一番聖火を横浜一の大企業にのし上げろ。ようこそ一番ホールディングスへ。 RPG が今まで踏み込めなかった未だかつてないドラマティック超大作、その感動をその魂で体感せよ。龍が如くセブン、光と闇の行方。